花泉モータースです。今日はジムニーシエラの内装をご覧ください。ドアを開けてみました。この辺のデザインは非常にシンプルな作りになっています。シートのデザインは表皮がこのような感じで撥水加工になっているので、ある程度の汚れは防ぐことができます。こちらのグレードは JC です。ハンドルは皮巻きのステアリングです。クルーズコントロールがついております。スイッチ類はここで、パワープッシュスタートですね。これがヘッドライトのウォッシャーのスイッチです。でナビはこちらは8インチのモデルですね。でメーター類の感じがこのようなです。このメーターの枠ですとか、このナビのこの枠ですが、光の加減で分かりにくいんですが、アルミのヘアライン加工みたいになってますので、非常にかっこよくなっております。オートエアコンとパワーウィンドウの操作類ですね。荷物入れ等は、多くはありません。ここがリアのシートベルトの表示が出ます。シートベルトをしてないとここに点灯がなります。後部座席の足元は広くはないので、椅子前の側の席を前に出しないとかなり狭いかなとは思います。収納整頓を求める車ではありませんけれども、非常に楽しい車ですので、お問い合わせがありましたらお気軽によろしくお願いします。